どうもこんにちは、こんばんは。本日もパートでやっていきます。久しぶりのね、ここからのオープニングなんですけども、今回ですね、こちら海の家の店主ガイノウトコーリングをやっていきたいなと思います。今回は夏休みキャラクターを、ね、入れて、でさらにこちらのキャプテンアメリカ、この前のマーベルコラボでね、出ているキャラではありますが、一応こちら3体持ってはいるんで、3体使わせてもらって、こちらの降臨をクリアしていきたいなと思います。では行きましょう。はい、やってまいりました。いや、夏休みいいね。さあ、キャプテンアメリカをまず打ちます。でこちらね、キャプテンアメリカをね3体でループしていく、まあ、そういった編成になってます。はい、じゃあこれで、さあ、まあもう夏休みももう後半かな。もうね、結構今年の夏は暑かった気がするね。でも僕の夏は終わりません。さあ、今回の夏休みキャラはどうだろう、集めたいかな。まあでもね、新キャラとかも出てて結構可愛いキャラもいるし、結構強いって言われてるキャラも多いんで、ちょっとまあ使っていければいいかなとは思うんだけど、そう、気分上げましょう。うん、気分上げましょう。そうそうそう。いやー、皆さん海とかプールとか川とか行きました？僕はね、海には行った。家族と一緒にね、海行って、でそこで、まあ久しぶりの海だったね。その場合結構久しぶりでした。でもね、冷たくて、まあいい時間を過ごしたなっていうのはある。さあ、ここはキャプテンアメリカで、でシェアと覚醒無効があるんで、これを使っていきます。はい、でこれでやっていきます。もうめちゃめちゃね、シェアともね、相性がいいね。キャプテンアメリカと落ち込んなしだしね。そう、まあなんで、まあ今年は海1回だけでかね、うん、海1回だけだけど、まあ結構充実したものにはなってますかね。そう、じゃあここで、こいつを撃ちます。ね、ヘラをここで、編成してて、でこいつをね、グラビティで減らしていくっていうのでやっていってる。うん、めちゃめちゃ強いな。強い。しかもこのまま属性吸収も継続するんで、マーベルコラボでアベンジャーズコロシアムを指定リーダーで編成していくと、マーベルのアシスト武器がねゲットできたんだけど、それを入れてる。でそれがもうめちゃめちゃ強い。そうね、水分補給とかもねまめにやっていかないと、もう結構今年も熱中症とかで結構人がね倒れてるっていうニュースは聞くから、皆さんね忘れずに水分補給だけお願いします。で実はね、家に最近ウォーターサーバーをね入れました。なんかウォーターサーバー結構便利で、まあお湯も出るし冷たい水も飲めるし、まあそういうところあります。さあ、ここはいけるんかな。おお、いいね。そう、最近入れたんだよ。まあもともとねなかったんだけど、まあなんかね、そういうちょっとねウォーターサーバーをね家に入れる機会ができて、で結構ね美味しい、水が美味しいんだよね。だもんでね、今入れてる。そう、もう家出かけるときも、まあ別でボトルを用意していかないと。そのくらいね。あ、ボス来ましたね。さあ、この焼きそばを。でここまで結構簡単に掘れたね。うん、おシールドか、シールドをぶっ放していくのか。いや、いいね。これはね、海の家の店主ガイノウト、こいつね何体集めた方がいい。今回ねこれの話もしていければいいかなと思ってるんだけど、お、優しい。休むときはちゃんと休めと。
なんと優しいやつだ。いや強っ、キャプテンマーベルめっちゃいいじゃん。キャプテンマーベルじゃねえや、キャプテンアメリカだ、間違えた。さあ無効貫通貼ってくるんで、キャプテンアメリカの、そしてサイクロプス、これでね無効貫通してくれるんで、はい、もうこれで、無効貫通して、ね、キャプテンアメリカの10コンボ以上、そしてこれで勝ちます。よし、クリアです。はい、クリアしました。いやこれね使ってめちゃめちゃいいなと思って、キャプテンアメリカこんな使い方があるんだね。はい、初クリアです。で、集められるものが、そう、これです。ゲット、ガイノウトの奇跡、こいつをねたくさん集めて、あとガチャドラも集めて、これ僕のフレンドです。あの僕あのサブ端末もう一個持ってて、それでねちょっとキャプテンアメリカをそっちで編成してやりましたが、まずはプレイ履歴を見ていきましょう。さあ、こちらクリアタイム4分55秒、まあ ほぼ5分くらいかな。でそれでこれでねやってきたんですけども、そうだね、次は、クリア報酬ですね、クリア報酬としてこちら夏休みガチャがねもらえます。さあこれはまたガチャ動画で引いていきます。そしてニジピーも、これあのエスカマリをリーダーにしてクリアした場合の報酬です。はい、今ねこちらモンスターボックスね、リーダーにして編成して、あのガイノウト降臨をクリアすると、あの報酬がもらえるんですけど、僕の場合はこちらの5体持ってまして、こちらの方をね全部編成して、ね、なので今回はエスカマリをね編成してクリアしたから報酬がもらえた。で、ここのガイノウトのここのクリア報酬確認っていうので見れるんだけど、クリアすると達成になるんだけど、今回からねこのガイノウト降臨が新しく出て、でそれぞれのモンスターをリーダーにして、なのであの新キャラのイシス・ネフティスとか織姫彦星とか、まあ、他にもないキャラも多いんだけど、マリエルとか他の、さっき見てもらった5体は持ってはいるから、あのそのキャラをね編成してクリアすればいい。はい、で、続きましてこちらですね、このガイノウト、海の家の天守ガイノウトをね交換していきたいなと思うんですけど、こちらの性能もまあ割とあの多色パーティーに使えそうなもので、まあリーダースキルも5色同時攻撃でダメージを半減、固定1000万ダメージ、まあお邪魔を消すと攻撃力が50倍だから、ちょうどこの変換でまあかなり倍率が出せる、かなり倍率が出せる。でこれまあ一応作り上げが大変だけど、一応2ターンでこれ打てれるのと、1ターンの間ダメージ吸収と属性吸収を無効、まあ、操作時間が半減する代わりに、まあ、この盤面をね、7色盤面にするね。で、これも武器がありまして、武器に関してはこのお邪魔耐性をつけることもできるもんで、まああのリーダースキルとも相性はいい。まあなんでこいつをねたくさんね、これ集めまして、でガイノートはねもともと持ってたんで、はい、これでね交換ができます。いやね、まあ、そんなにねあのガイノートの習慣はね難しくはないので、まあぜひこの期間中にね、取ってください。私はこれで、はい、ガイノートをゲットしました。はい、で2体はね持ってた方がいいと思うんで、はい、これでね今は持ってはいるんだけど、ガイノートこいつはね今進化前しか持ってなくて、でこの奇跡を持ってないんで、これはねまたこの期間中にまたちょっと取っていければと思うんで、まあこれで見て夏休みでガイノート、はい、まあ、今回ですねこちらの、ガイノートの降臨を回って、で全て
素材を集めて交換した、こちらの夏のガイノートになりました。はい、皆さんね、この期間中ぜひねガイノートの、軌跡を、ゲットして素材集めて交換しましょう。じゃあ本日の動画も以上になります。チャンネル登録と高評価お願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。ではまた、バイバイ。夏は暑いな。